ドナルドがなんか言ってる。ドナルドがなんか言ってる。あのね、飛行してたらなんか勝手にこの地に着いた。あれってさ、キノピオのクジラじゃないか。すごいでかい。多分そうだよね、飲み込まれるんだよ。わーすげえ。俺原作側知らねえけどゲームで学んでるからさ。あれクジラだ、怪物クジラだ。おっしょ、モンストロ。あ、ジミネじゃん。やつこそクジラの中のクジラ、クジラの王だ。なんだそれ。クジラの中のクジラの王。ほう、おーおー、すげえな。こいつ宇宙飛行もできんのか。空逃げて。いやいや無理でしょ、クジラには抗えねえよ。王に抗うべからずってのかな。さあ俺を食べてくれ。ダメだ、飲み込まれる。うわ、歯めっちゃ人間だな。ちょっと待って、歯がめっちゃ人間だったわ。え、本当なのって間違いないよ。あ、ちょっと待って、読みたかった。声を聞いたんじゃなかったっけ。ちっちゃい頃だねこれね。どっちでも同じだろ。クソロとリクだ。あそこにすごい怪物がいる。もし本当に怪物がいたらなんだ。なあソラ、俺たちだけで捕まえられるかな。あそこで落書きしてたのか。めっちゃ可愛いじゃんリクとなら。待って、リク、リクお前別人だろ。うなり声が聞こえるだろ。ああ、ここだよね。じゃあ扉が開いてたってことかな、その時は。聞こえたっつうのは。あそこにあるのはなんだ。ん、あ、もうできてるんだねこの扉が。窓、いや扉かな。でもどうやっても開かないぜ。もっとすごいものがあると思ってたんだけど。これ幼少期だから喋るキャラクターボイスないんだよね多分ね。ああ、まだ落書きすらないのこれね。結構長い年月経ってんな。なあ、そら。ん？俺もっと強くなる。そしたら一緒にこの島から出よう。こんなちっぽけな冒険じゃない。本当の冒険をしよう。それもいいけどさ、今すぐ面白いなんか、テロップ早すぎる。あの子ってさ、カイリーのことか。多分カイリーのことだよね、それはね。あー、記憶。わわわあ、そら、気がついた。二人とも何やってんだ。ここ、どこ。あ、モンストロのお腹の中だよ。みんな飲み込まれちゃったみたい。本日の天気は曇り時々。あはっ、いろいろ降ってます。僕だよ。マッサーピノキオ。あーピノキオ、ピノキオだって。待ちなさい、ピノキオ、ピノキオ。ソラ、早く追いかけるんだ。モンストロ、あ、もうクジラの名前がステージなんだね。うわ、すげえ。てか、あの、ごめん、またキノピオって言っちゃった俺。ピノキオだね。ピノキオはどうやってここに来たんだろうな。それがすごい気になるけど。うわー、すごいステージ。俺、これスーパーファミコンで見たことあるの。あ、クジラのこの歯ね。スーパーファミコンで見たことあるの。うわー。すげーリアルだな、これなんか。本当にクジラこんな歯してたら嫌だよね。え、でもさ、クジラって哺乳類だよね。人間と同じだよな。そうしたらさ、あ、人間は人類か。え？お前、ちょっと。何でもいいわもう。なんだ？これはなんだい、ピノキオ。これでここから抜け出せるんだよ、お父さん。本当かい？こんなものでね。本当だよ。ピノキオ、どうやってここまで来たんだ？おやまあ、お前さんたちもクジラに飲み込まれちまったのかね。まあ、そんなとこ。わしはゼペット、この子の父親ってわけさ。いやー、離れ離れになったときはどうしようかと思ったが、もう一度会えて何よりだよ。どうやらピノキオのことを知っとるようだが、わしのいない間、ピノキオはいい子にしてたかね。
まあまあ、せっかく来たんだ。ゆっくりしていきなさい。なあ、ピノキオ。おい、今リクいたぞ。どういうことだ、リクもなんか探してんのかな。てか、あれだね、金魚鉢って最近見ないよね、これ金魚鉢見ないね。危ないから奥行ってはいけないと言ったのに仕方ない子だ。可愛い息子。どういう風な設定だったか忘れちゃったな。てかこのグミクリアいいんだよ、俺らに。そのグミさえあればいい。宝箱とか取りたいけど、いけるのかな。ちょっといけなさそうだよね。あ、でもそんなことないか。こっちからいけるか。よいしょ。あ、でもこれ登れないんだよね。そうかそうかそうか。将来的に、そのクジラの水位が変わっていけるようになるのかな。多分そうだよね。うん。じゃなきゃ、辻褄側はね、上にめっちゃ高いところにあったりするから。じゃあ俺らも追いかけるか。腹部1。きったねえ。何ここ。お前絶対体悪いでしょ。一応これ胃の辺でしょ。お、何やってるんだよ。戻るぞ。ゼペットさんが心配してるよ。早く外へ出ないと。遊んでる場合じゃないだろう。お前も前はよく遊んでたのにな。キーブレードの勇者になったら子供の遊びは卒業か。リク、こんなとこで何やってるんだよ。だからピノキオと遊んでるのさ。そうじゃなくて、帰りは、帰りは見つかったのか。どうかな。俺を捕まえたら教えてやるってのはどうだ。ふざけるなよ。なんかリク嫌味っぽくなっ…なんだこれ、なにこれ、なにこれ。え、消えるのか。次は敵が消えるぞ。うわ、10ポイントうめえめちゃくちゃうめえ。戦闘もしながら行こうとは思うんだけど、あ、そうそう、もうライブラはね、ずっと固定でつけることにしました。まあ例外があるかもしんないけど、やっぱみんなにもね、あ、見えるように腹部3になってた。んー、結構迷路チックになってんだな、おそらく。ね、こいつはな、これですよ。学びましたからね、くみひろさんも。あ、当たった今。てかグーフィーがね、異常に強いの。うん、グーフィーね、なんかタックルがね、あのデブちゃんにも貫通で効くのか分かんないけど、めっちゃ効くんだよね、強いんだよね。ほら、とりあえずこの敵を残滅して、あ、この奥もいけそうだけどね。なんか条件がありそうだ。残滅して、よしよし。あ、あのクロアリちゃんも経験値が欲しくなってるね。あ、てかまた BGM いいね。戦闘 BGM がいいね。なんかね、ちゃっちゃ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 みたいな全然違うか。お前塞いでんじゃねえよ。グラミで、あ、召喚魔法も使いて、てかグラミでするまでもなかった。むえ、あ、どうで登んだ。さすがに登れねえぞこれ。違うとこから来いってことか。うん、あとはここだもんね。どんな感じで行くんだろう。ちょっと腹部2に行ってみましょうか。これ1戻って、この上かな。あ、上だね。腹部2行こう。ここで、あー落ちちゃった。ほい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 。召喚獣はね、ちょっとボス戦かなんかで使いたいと思いますんで、もう少々待ちあれ。今使えるのがジーニーとバンビ。ジーニーはジーニーだけど、バンビはゾウさんかなって俺前言ったけどね。ゾウさんではないのかな。まあ、わかんねえ。まだ出てきてないし、どこで取ったかもすら覚えてないからね。よいしょ。よし、ほらほら、この BGM めっちゃ良くない。めちゃくちゃ軽快だよね。トゥ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 。よし、え、楽しいね。コテージいらねえ。まだ上にも行けそうだな。このカイトが気になる。これ持ち上げれるか。持ち上げられない。まあいいか。こちら腹部3へ。これが、うん、上層部だね。オッケーオッケーオッケー。こうだ。あれ、また腹部に。ちょっと待って、めっちゃ迷路なんだけど。迷子なんか一方通行ではあるけど迷子だね。いや、なかなか厄介なステージだな。うわ、こいつら出てきやった。お前らどこにでも行くんだな。壺じゃなくてこういう樽だ今回は。うわー、すげえ、プライズがうめえ。あとは、おお、敵湧くね。まあとりあえず経験値も欲しいんで倒しながら行きましょう。今ねレベルがね10、10じゃねえ、28なんだよね。もうちょっと欲しいよね。わ、これいけそうだよね。
欲張ったらでもダメかな。多分いけると思うんだけど、行ってみるか。まあ、カットできるからな。せーの、よし、来たー。こういうの面白いよな。ラストエリクサー、うわ、これ絶対いいアイテムだよ。もう俺持ってたっけ、ラストエリクサーって。ラストエリクサー、あ、2個目でございました。どこまであんだ。あ、そうそう、このね、白いやつが未だにわかんないんだよね。何なんだろう、白ってまだ先なんだよね、おそらくね。でもそこら中にあるんだよ、これが結構重要そうな感じ。しかもだから後半なんだろうけどね。お、来たね、子犬。てかさ、子犬俺最近知ったんですけど、てか裏でやってる時に知ったんですけど、ここでね、いろいろ見れるんだよね。でほら、子犬のこれも見れるんですよ、残りのあれがね。おお、あ、ここ見れるんだ。へえ、まだ36匹ハテナハテナにいるっぽいな。トラバースタウンにも1匹いる。あれどこだ、ワンダーランド、アグラバーにも、え、アグラバー9匹いんの。全然取れてないじゃん。これコンプリート大変なのかな、もしかしたらね。で、アンセムレポート、これもね、長い長い時間をかけて私は多くの知識を身につけてきた。私の知識が必要と力となって、この世界の平和を守っていることを疑う者はいないだろう。え、どういうこと。民は笑顔を絶やすことなく私を尊敬してくれている。だから賢者と呼ばれている私にもわからないことがある。人の心の奥深くには必ず闇が眠っている。どんな純粋な者の心にもたった一かけらの闇がふとしたきっかけで大きく膨らみ、陸のことかな、やがて心のすべてを闇に染めてしまった霊を私は何度となく見てきた。闇、心の闇、どこから来てどこへ行くのか、この小さな世界を治める者の務めとしてどうしても知っておかねばなるまい。世界に囚われた者どもがこの世界の平和を乱す前に。これがゼロだもんね。まだいっぱいあるんだろうな。お、だいぶ進んだのかな。新しい宝があるってことは、もうね、迷子の迷子でわけわかんないのね。いろんな入り口があるからさ、こんな感じで。でね、あ、さっきの上か、白い、あーっと危ねえ、白いとこの上だな今ね。ちょっと待ってね、次どっちだ、これは5番、こっちはなんかこっちな気がするんだよな。5番、同じじゃねえか。さあどうだ。お、戻れるか。よしよしよし、宝がいっぱいある。またでもここ5のどこだ、もうわけわかんなくない本当に。やべえ、めっちゃこのステージむずいわ。サンダガグミ、お、トリンティもあるね。でこっちはメガエーテル。でこれなんだ、ここのステージは味方が増えないのかな。お金とコテージ、コテージはまああんま使わないけど、でもこういう時に使うのか。こういう時に結構戦闘きっちいなと思ったらコテージか。めっちゃ金もらえるじゃん、ありがたいね。そんなにあの子が気にかかるかい。あの少年はお前よりキーブレードと新しい仲間を選んだというのに。別に気にしてるわけじゃない、ちょっとからかってやっただけだ。そうかい、まあいいけどね。心の中の闇に気をつけな、ハートレスの大好物だからね。俺は大丈夫だって言ってるだろ。この忠告は何だろうね、リクに対する。まあ全キャラに言ってるか、あいつは。あ、リク、リク、なんでこんなことするんだよ。何やってるか分かってるのか。ソラ、お前こそ何をしてるんだ、あちこち飛んでっちゃ。そのキーブレードを得意げに振り回してるだけじゃないか。本当にカイリを助ける気があるのか。それは、もうピノキオちゃん、あ、セーブポイント、ありがたい。いきなりセーブポイントだ。ね、なんとかたどり着けましたが、おそらくめちゃくちゃカットしてると思う。あのね、超、次超だって、もう20分ぐらいさまよってるからね。なんじゃこりゃ。なんか触手っぽいやつ出てきたな。まあ可愛いけど、倒せるか。任せろ、やれるさ、リクと俺なら。あれ、共闘、やった、リクと共闘じゃん。え、リクに任せようぜ。じゃあカメラのアングル、カメラのアングルが。このゲームね、多分みんなも言ってたんだけど、ワン
これ1なんだね。カメラのアングルが若干癖があるとやりにくいね、どっちかって言ったらね。で、こいつはどうだ。まあ、多分ここから頭殴るって感じかな。うん、よいしょ。おい、おお、テックテックテック、いきなりテック。おお。あ、こうだね。でも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 、ジーニー行こう。ジーニー、勇気を。あ、召喚の仕方違うんだね。で、ジーニーか。山ちゃん降臨。そう、山ちゃんだよ、ジーニーの声優さん、山寺光一さん。おーおー、なんだなんだ、どうなってる。なんか撃ってるね、ショータイムっつって。あの、なんかターゲットしてるとこに魔法めつく。おお、なんかめちゃくちゃ魔法撃ってるね。でもシンバの方が強そうだな。あれ、てか他の味方は。ドナルド、あ、いなくなった。ドナルドたちが、あ、出てきた出てきた。これダメージ食らってんのかこいつ。おそらくこいつには、てかジーニーは雑魚適用だな。こいつにはあのグラビディとか効かないよね、ボス戦だから。てか弱えな。分かった分かった分かった、フリザラでいくか。よいしょよいしょ、めっちゃ弱い。俺レベル上げてないんだけどな。結構レベル足りてんのかね。じゃあね、でもまあボスではないか、中ボスか。あ、これは肛門の方かな。もしかしたら。おーおー、おお、お前早いな。なんか陸の方が積極的な感じはあるな。召喚 MP アップ、お前さすがじゃん。ちょっと待って、アビリティ今の召喚 MP アップってこれエボリューション。ゴージャスだな、レボリューションっつって。自分の MP を使ってパーティー全員の HP を30。あ、そういう系か。あ、メガザル的な感じのやつあんだね。まあ召喚 MP かな、装備しとこう。で、俺はまだ新しいのを取ってないはずだから。そうだね、ドナルドもそうだね。よし、行っちゃっていいのかな。行くか。じゃあこれ肛門の方だよね、おそらくね。蝶だもんここ。ってことはあいつら排出されちゃったのかな。これドナルドだけ落とすとかできんのかな。で、見えねえ、ちょうど見えねえ。よいしょ、いけるんじゃないこれ。マジか。ええ、そんなことできるんだやっぱり。ドナルド、次グーフィーだ。お前グーフィー、すまんねえな、俺の代わりに行ってくれ。俺性格めちゃくちゃ悪いじゃん。あ、で水位が増えると、やっぱそうだね。あ、減るんだね。お、青のトリニティやってくださいと言わんばかりに。ここに繋がるのか。ピノキオ、ピノキオ、ピノキオ、お願いだ、ピノキオを返しておくれ。悪いけどそれはできないね。え、この人形にはまだ用があるんだ。人形じゃない、ピノキオはわしの息子だ。心のある人形なんてめったにないからな。心をなくしたものを復活させるのに役に立つかもしれない。ん、それカイリのことを言ってるのか。うん、お前にはもう関係ないことだろ。え、どういうこと。俺も今一瞬でカイリのことだっていうのは分かった。でもなんじゃこりゃ。ハイジャンプアビリティ、共有アビリティ、え、なにこれ、マジであんじゃん、高いジャンプ。おお、すげえ、やったぞみんな。これでいろんなとこ行ける。え、おお、なんか慣れないけど、せーの、おい、届かねえんかい。ちょっと届かねえじゃねえか。あー、こっちやろこっちやろ。え、リクどういうこと。多分本当にカイリを助けるためにやってんだろうな。だからリクはリクなりに助けに行ってるんだ。で、ピノ、キノピオを利用じゃないんだけど、なんだろう。ちょっとわかんねえ、その辺は。どういう意図で。その、マレフィセントたちは、まあ、姫を集めてるじゃん。でも、ね、あれ、人形ちゃんは、もう人形になっちゃうし、水の輝き。キノピオちゃんは、別にね、姫ではないし、間違いなく姫じゃないもんね。どういうことだ。すげえ謎が深まるばかりなんだけど。
いやめっちゃやストーリーねめちゃくちゃ楽しいんですよ。もうねいろんな考察、初見だからこそその今の楽しさがあるんだと思うんだけど、考察しながらいろいろできるのね。それがすげえ楽しくて、とりあえずあいつ追いかけるか。ライブラグミ、この辺のグミはねよくわかんないんだね。おお、いけた。こんな方までいけんだね。お、やったやったやった。で、あそこが開いてんな。そっか、このハイジャンプは取るべきして取るものだったんだな。確実に取らなきゃいけないな、これね。だってこう行ってこうでしょ。で、こうか。上の方、さっき上行ったもんな、確かな。おお、このアビリティはでも癖がだいぶあるね。ん？あ、なんだこいつ。これあれじゃん、あの色違い。でもん？何何何？え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 ？どういうこと？ファイラー？え、どういうことどういうこと？待て待て待て、あ、間違えた、しまった。うわー、もったいねー。おそらく弱点の色を当てるんじゃないかな。水色だったら赤みたいな。うわー、もったいねーことした。なんだ今の敵、初めて見た今で。お金か。うわー、しまったなー。ちょっとこれ拾っとこう。さすがに自分出したもん。でけえでけえでけえ。ほい、なんかすごい水がブワーってなってんね。あれか、噴水みたいなとこ。なんだっけ、胃袋。え、胃袋吸い込まれるって逆なの。うわ、なんかすごい内臓っぽいな。やめてくれよ変なことすんの。ピノキオをゼペットじいさんに返すんだ。リク、ハートレスに心を食われた人形、カイリを助ける鍵になるかもしれない。どうだソラ、一緒にカイリを助けよう。俺とお前ならやれるさ。戦うのか俺と。心をなくした人形のために。ピノキオの心は残ってる、両親がね。両親？両親の声は小さいけど、でも俺にははっきり聞こえる。リク、それは良くないことだってな。それがお前の答えか。ピノキオ、ピノキオ。ジミニー、僕もうダメだよ。あれ、ダメじゃないみたい。あ、また来やがったこいつ。え、おお、なんだ今のアビリティは。いや、リクが呼び寄せたわけではなさそうだけどね。やっぱこっちから。うわうわ、待て待て、あ、胃液か。確かにゲロの色してるわ。あ、これ空中系のコンボだねやっぱね。あ、でも別に強くねえか。おっと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 、キャールがあるから別にいけるわ。まあ、シンバとか使った方がいいのかな、どうなんだろう。ちょっと迷うけどね。バンビちゃん一回使ってみるか。それありだね。お、口が開いてる。なんじゃこりゃ。ほう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 、ここに殴る。でも、なんだ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 。とりあえず、強くないことは分かった。テック6ポイント、高え。いてててててて。あれ、足も効くじゃん。こいつ意外とどこでも効くんだな。ここにさ、なんか入れてみようぜ。まああんまファイヤーは効かねえけどな。でもファイラーになってるから他のやつは強いと思うんだけど、まあ、ファイラーのいいとこってあれなんだよね。なんか敵を貫通して魔法が飛んでくから、なんか何重にも倒せるという、そこがいいよね。ほいほいほい。あ、こん時は腹しか効かねえんだ。お、なんか開く時間が短くなった。まあタコ殴りだな、サンドバッグだな。この敵の正式な攻略が知りたいわ。おお、まあ、強くはないね。ちょっと待って、召喚しよう。バンビしよう、バンビ。バンビ初めて見るから。バンビやってくれ。お、あ、草原、鹿さんか。鹿さんの、あれね、俺ゾウさんだと思ってた。えらい弱そうだな、大丈夫か。もしかして HP 回復とか、あ、MP 回復系かな。今のはバンビがボーンって出してんだな。ってことは俺はこれ魔法をめっちゃ使ってくれ、みたいな。そういう感じか。ゲッ、なんかめっちゃ強くなってんじゃん。あぶねー。おーおー、やってくれるね。おら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 。え、え、俺が死んだ。そうだろ。もうワンパンで倒すわ、ワンパンで。せーの、ポーン。オッケー。ま
まあワンパンスはこんな敵。ワンパンス、ワンパンス。負けない、負けない。負けるわけがない。そしてどうなるんだろうな。これさから先、なんか、空と陸の、なんかちょっと違ってきちゃってるね。陸、どこだ、陸。時の力、ストップ。お？こんなもあるのね。なんかスローとかヘイストは知ってるけど、ストップなんてあるんだ。あ、カイリもいるんじゃん。カイリは心をなくした人形だって言いたいのか？その通り。カイリの心は？ハートレスに奪われたんだろうね。どうすればいいんだ？七人のプリンセスを集めればいい。そうすれば世界の中心、私は世界の心と呼んでいるがね、そこへの扉が開く。そこは知識の宝庫だ。カイリの心を取り戻す方法は必ずそこで見つかるさ。そうだ、お前に力をやろう。ハートレスを操る力を。カイリ、待ってろよ。ちょっと待て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 。今の描写は今の系列で起こってんの？過去じゃないよね。でもさ、あのカイリ本物か？俺すげえ騙されてるんじゃねえかって思っちゃうけどな。うん、カイリ自体もその幻想、なんかマレフィセントならできそうだもんな。人をこう一人幻想で作ることぐらいは。で、それでこう、陸を利用しているのかな。ただ、本当のことを言わない理由は何だって言ってたしな、ちょっと前に。その誰かが。なんだろう。いや、わかんねえ。でも、陸が確実に、その、洗脳じゃないんだけど、うまいこと使われてるのはありそうだな。ピノキオとゼベットじいさん大丈夫かな？確かに、俺らくしゃみでね、出てきちゃったや。てか、ここのステージ短かったな。どっかにたどり着いてればいいけど。あ、また探しに行くのか。いやー、空は相変わらずリクのこと心配してるわ。アグラバー？なんで？まあ、一旦入ってみる？ちょっと待ってね。あ、いろんな魔法覚えたから、もうドナルドには負けないかな。お前、本職奪っちゃダメだよ。僕の魔力に比べたらまだまださ。まだまだ魔法を練習しなきゃ、タウンの周りのとこに行ってみたら？オッショだって。オリンポスコロシアムで大会が開かれてるらしいよ。またかお前。勝ち抜くとすごいものがもらえるらしいよ。またかお前ら。どっかで見たわその描写。あ、俺はここに行く前にこっちに吸い込まれたんだ。へえ、そうそう、ここ行こうとしてたんだよね。でオリンポスコロシアム行けってことか。そうしたらじゃあオリンポスコロシアム行こうかな。あ、マーリンのとこい、いや、オリンポスコロシアムからのマーリンにしよう。